質問なんだけど、うん、いつも肩回転肩回転って言うじゃん、うん、言ってる。なんだっけ、ターンザショルダーだっけなんだっけ、だっけそのジェフゲさんなんだっけ、ショルダーターン、あ、ショルダーターン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 って、うんうん、ジェフはショルダーターンって言ってるけどさ、平井博明のワンナップゴルフ。そんなこと言うんだったらさ、もうあれじゃん、体ごと回せばいいじゃん。いや、あの、そうよ。あの、肩ね。肩を回す。肩を回すんだけど、うん、回そうとしてなんていうの、腰から全部グワーンってなっちゃったら、いつも腰切るとかになっちゃう。そう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 、そう、うん。ここが動いて、うん、ここが動いて、ここが動くんでね。はいはいはい。そう、だから順番的にはこう、こう、こうっていう。要は、ここが限界回れれば、下がどんどんついてきて、こうやって回る。うん、こうやって。だその回し方をやった方がいい。意識的には、そしたら腰を回してるとかっていう意識は本当になくて、うん、ショルダーターンしてるだけなの。ショルダーターンしてる。だからもう、ジェフ、もちろん、ジェフ発音いいからって言おうとしちゃったんだけど、本物だから。そりゃそうだよ、ね。そう。で、ショルダーターンっていうのを、うん、あの、現地の通訳は、ショートターン、ショーターターンってずっと言ってるの、うん。俺にショーターターン、ショートターンしろって言ってるの。うん、ショートターンしろって、で短く回るってことっつって、うん。要は回しすぎんなってことっつって。うん、でも、ジェフはショルダーターンだから、すごい回せってことよ。逆じゃない、うん、で、なんでお前はショルダーターンって言ってんのに、うん、どん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 肩の回転がちっちゃくなるんだっつって。で、その時通訳し、一平さんっつうのがいたんだけど、うん、一平さん、大谷くんの一平さんじゃない。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 一平さん違いなんだけど。でショーターターン、ショーターターンって、うん、ヒロ、ショーターターンしろって言われてた、うん、違くないですかつって。だって、肩止めて、うん、ちっちゃくこうやって回ってんのに怒られますよって。うん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 、で、そしたら聞いたら、ごめん、ショルダーターンだったって言われた。なん、通訳じゃねえし。そう、違う。金返せって、通訳で。本当だよね。うん、なんなのそれ。英語わかんねえじゃん。うん。通訳じゃないじゃん。じゃないよね。うん。何言ってんだと思って。しかもこんなにね、何十年後20年後、うん、ワンナップでめちゃくちゃ言われてるショルダーターンって大事なことなのに。めっちゃ大事なことなのに。間違えてるの通訳。そう。ショートターン、ショーターターンしろって。なんだそれと思って。ジェフ笑ってた。なってた？またなってた？そうで、その、肩の回転で、うん、すごく重要なことって、クラブの動きって縦で、体の動きって横なのね。そうだね。そう。だからパターもそうなんだけど、よくね、縦の肩の、ここ、ターンじゃないじゃん。ターンじゃない。ね。傾いてる。ターンってこうじゃない、うんうん、うん。ターンしてないんだよね。ショットもそうなの。こうやってあげて、こうやって使う。これターンしてないの。ああ、ちょっとあれなのかな。前傾しちゃってるから、そう。水平に回るイメージがなくなっちゃうんだ。なくなっちゃうと。これが、こうなってくるだけじゃない。そうだね。そう。前傾することによって、そのなんか傾きが入っちゃうんだ。そう。これが、縦回転。要は回転してないんだよ。こう。折れちゃってる。そっか、回転してないね。回転してない。回ってないわ。そう。回ってなってるだけ。だからダフる。左行くの。シャンク、スライス出る。そうか。そう。クラブは、行ったところを戻ってくればいいって前動画でやってる、うん、そう。肩も行ったところを戻んなきゃいけないの、こうやって。うん。そうその動き単純。だ多分これ一番単純なこと言ってるんじゃないかなと思うんだよね。そうだね。それを、まあ、よくそのワンナップゴルフでは、それがやらないのって言うんだけど、まあ、できないイメージが湧いちゃってるんだろうね。なんかその傾かせちゃうからってこと？そう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 。要は、右肘を落とせっていう YouTube があるから、右肘を落としたら右肩落として、こうやって。あ、そしたらそっか、傾くんだ。こうやって。回れないんだもん。そうそうそう。したら回れないから。そこで回ったら変なとこ通っちゃうね。そう。で、回らないからクラブ出ないのに出すでしょ。うん、だから曲がるの、ボールって。あ、変な話。こうやって回ったらボールって曲がんないの。ああ、そっか。そう、横回転したら。うん、で、右肘これ畳めないじゃない。うん。こうやってやってたら。うん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 。こうやってやってたら。これ、こうやってアプローチってみんな打ってんの、自然に。はいはいはい。そう。だけどアプローチでも、もちろんこうなる人いるんだけど、うん、でも今みたいに打てたら曲がらない。ドライバーまで。その動きを、そのシンプルにクラブだけ動かして、
こうやって横回転でこうやって打ってくださいねって、うん、ワンナップゴルフはよく言うんだけど、うんうん、でもそれが他の理論に負けるわけよ。そうだね。そう。だから、このシンプルな動きがフォーカスされない。そうか。結局だから、こうじゃん。うん。これがシンプルじゃない。うん、こうやって。うん。こうやってなる。うん。これが、こうなるってことだったね。あー、うん。そうやって棒持ってると分かりやすいね。そう。これがさ、もうずーっとこうやって一直線に動いてるじゃん、こうやって。そうだね。そう。これが綺麗なスイングじゃん。それが傾いちゃうんだ。そう。ビスイングとか、綺麗なスイングをしたいって言ってるじゃない。うん。したらさ、この棒がさ、こうやってブレないのが綺麗だよね。うん。うん。こうなっちゃうね。はいはい。こうやって。うん。そうそうそう。で、こうなった時に、腰ってこうやって綺麗にできないのね。こうやってできないの。へー。こうなんだ。あ、そうなんだ。そう。こうやって綺麗に回る人で、こうやってやる人はほとんどだけど、こうやってなる人って、こうやってできないのね。はいはいはい。そう。いや、悪いものが加わってっちゃうわけね。加わってっちゃう。どん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 。ってことは、その肩を回そうとすれば、うん、自然と釣られて動いてくるから、うん、あんまりその腰どうとか、下半身どうとかって考えない。なくなっちゃう。今日の人なんて、ベタ足で打ちの方が飛んでんだから。こういうスイングだったの。はいはいはい。それやめてくださいって言った。そしたら全然飛ぶ。なんでって言ってた。ベタ足定置のがあれなんだよね。ヘッドスピード上がるから。そうそうそう。頑張るからね。うん。うん。だから、緩んでないし、かといって振りすぎでもないんだけど、まあ本当にその方の無理ない適正なスピードで動いたっていう感じのショットを打ってもらったのね。そしたらやっぱ飛ぶよね。まああの、ベタ足定置やるとさ、そのヘッドスピード上がってさ、なんかヘッドが浮くからさ、もっと打ち込んでいいよっていうのって気持ちいいよね。うん、いい。だって嫌だ、ダメだ、なっちゃうけどダメだって言われてることをやっていいんだから。ね。うん。それで結果がいいんだから。そうだよね。しかも打ち込まないと浮いちゃうからいい球出ないんだよね。そう。すごいよね。そうそうそう。足使わないのに。そうそう。平行にちゃんと動いてないと打ち込めないからね。こっちがちょっとでもこうやって左が高くなったら打ち込めないから。そうか。うん、あ、本当だ。そうそうそう。じゃあ余計いいんだ。うん。何かをするにはそれなりにも連動することがたくさんあって、うん、それが一個悪いことになると、うん、悪い方に連動する。ああ、そう。そうそうそう。だからそういう動きっていうのがなるべく少ないのがいいね。肩回転っていうのは、回転っていうことを忘れないでください。こう、折れちゃうとか、傾くっていうのは違います。どんな質問が来るんだろう、そうすると。どこを軸で回ればいいんですかとか来るんですかね。どこを軸で回すイメージ。まあ、頭だよね、でもね。頭ってか、まあ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 、そこだよね。真ん中、真ん中、うん。うん。軸っていうぐらいだからね。右軸、左軸っていう言葉が出始めたでしょ。うん。それ、右軸、左軸じゃん。うん。軸だから。軸は真ん中ですから。その質問は受け付けない。うん。軸なんだから。あれ、韓国で流行った左一軸は？うん。左一軸だもんね。そうだ、左一軸の人は左一軸で回ってください。左一軸で平行に回ればいいんだから。で、肩を回せばいい。そう、肩を回せばいい。そう。どっちでもいいのか。そう。そうそうそう。だから、円盤が傾いただけね。こうやって。うんうん、こうやって。うん、確かに、なんか前傾すると分かんなくなっちゃうかもしれないな。見てても分かんなくなっちゃうもんな、前傾してると。ああ。これが、こうなってくる。うん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 。だからこうなっちゃうんだね。そう。ここから、ここの軸は、このまんまで、それできますかさ、うん、できないでしょ。こうなるじゃん。そう。だからこうやって打ってるかどうかやね。打ってないもんね。打ってない。あ、絶対こうじゃん。そう。こう。こうなるはず。うん。うん、だけど、パターでさ、こうやって打ってってる人いるんでしょ。ピンギられない。本当に。回転運動。ゴルフは回転運動。でもこうやって打てってるんでしょ、うん、ほらこれはマジカットだねあでもそうよそうそうです信じられるこうだこうだ確かにパターンぐらいの動きでできなきゃショットでできない、ね、できないできないできないね、うん絶対的に確かに横の回転っていうのが、うん、もっと意識した
だから、大体、バックスイングで通った左肩よりも、右肩って相当低くこうやって回る方が多いんだよね。なるべく、もちろんその、ね、細かいことまた言わなきゃいけないのは YouTube が悪いんだけど、うん、右手の方が下に持ってるから、右肩の方が下を回るんだよねって。え、そら、そうなんだよ、細かく言ったら。そうなんだけど、うん、そうなんだけど、そこまでの意識はしなくても、横に回れば、勝手にそうなるってことね。うん、そう。だから、こう、ここヘッド来たでしょ、うんうん、ここにグリップエンド持ってくるの。こうやって、うん。そう。俺から今、目線からだと、トール君の靴なのね。うん、ここに来て、うんうん、こう。これが平行に回ってる意識なのね。こうやって。ほんじゃ、それでやらせたら担ぐやつ。ん？その担いで回る練習やった方がいい、ね。うん、そう、やった方がいいね。やった方がいい。そうだよね、うん。それでちゃんと回れんのか。うん、で、俺よくグーやんのよ。うん。徹くんが俺だとして、うん、で、ここに今、バックスイングでヘッド来てますよね、って、うん。で、ここにこうやってグーやん。うん、ここにグリップエンド持ってきて、って俺言うのね、うん。うん。そう。で、こうやってなるでしょ。うん。そしたら、ここにグリップエンド持ってきてね、って言ったら、うん、こうなるの。あれ？あれ？当たんない。そう。で、なんか、そのバックスイング止まるのも一緒で、ああ。なんでってなる。そうだね。そう。だから、そういう動きを普段してるってことじゃん。そうだね。うん。こんなのさ、もう一回トル君グーやってもらっていい？それで、こうやってやって、ここにこうやって来るじゃん。来る。そう、これができない。簡単に。当たんないってなるんだ。それは下に？そうそう。そうなの。そうなの。だから、その、ゴルフのスイングの大元に対して考えてこうやってやると、自分のスイングをしちゃうから当たんないじゃん。だから、ここに当てるゲームだったら当たる？当たらないってそうそうだね。もっと、そう、いろいろ考え方も変えなきゃならない。偏ってんだから、とにかく。そうだね。うん。びっくりするぐらい。本当だね。うん、もっと柔らかく、いろんな方向からゴルフを見れなきゃダメ。だから、俺、だから、トール君とやれてよかったなと思うところがそれ。同じ方向から言ってたって、しょうがないし。うん、だから、じゃあ、そういうこととか、だからこういうことなのとか、トール君から質問を受けるっていうのが、うん、逆に俺はよかったなと思う。うん。すごく恵まれてますっていう動画です。そうだから、肩の回転っていうのは必ずしなきゃいけなくて、使ったら使った分戻さなきゃいけないし、その使った方向を間違えるととんでもないミスショットが出るので、肩回転っていうのは必ず通ってきた道を右と左の肩を入れ替えるぐらいの意識で、同じレベルな高さでこうやって回る意識を持って、ちょっとアプローチからでいいんでやってみてください、うん、それだけで本当変わると思いますんで、そうすると T 字ができますよ。大事なこと、そう、その意識が、これ肩回転がちゃんと回れてないと T 字できないからね、うん、あ、 T 字はじゃあ紐解くとそういうことなんです。そうです、そうです、そうです、そう、いつもあのこうやっていい動画にしてくれてるんですよ、登録の人のため。ぜひ、あの、今後ともワンナップゴルフをよろしくお願いいたします。今回はですね、肩回転について動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。